皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは完璧主義とプライドを捨てようということについてお伝えしてみたいと思います。これ過去のね、私に対しての自戒もあるんですけど、まあ、完璧主義者でしたね。私どちらかっていうと、はい、きっちりきっちりこなしてミッションをちゃんとやっていくみたいなタイプですね。まあ、なぜまあそういう考え方になってしまったかっていうと、やっぱ反面教師ですね。うちの父親がかなりだらしなくてですね約束しょっちゅう破るし、言ったことを守ってくれたことがないっていうぐらい約束を破る方だったんですよね。だから私はそれは嫌だ、そういう人生は嫌だと思って、約束もきっちり守る、納期もきっちり守る、チャランポランに仕事を仕上げるタイプの父を見ていたので、仕事もきちんとやるみたいな、まあ、そのとにかく反動がすごく大きかったですね。父が嫌いだったから。だからそれに似たようなことは絶対にやりたくないと思うと、その反動がねひどかったんですよ。だからきちんとやる分もちろんやるんですけれども、なんていうのかな、まあ可愛げないですよねある意味ね。そうするとなんだろうな、お仕事はできたとしても、かわいげはないですよだから その人柄的にね、人がワイワイって集まってくるっていう状況よりも、まあ、きちんとこなす駒の一個みたいなね、まあ、そういうちょっと残念な働き方をしていた若い頃がありました。で、例えばそれがですね、まあ、そういうプライドであったりとか完璧主義っていうのを捨てると、まあ人柄って丸くなるじゃないですか。人に頼ることもできるしね。そうすると、まあ人柄的にチャーミングになっていくこともできるので、まあ、甘えたりとかですね、お願いをすることもできる。で、相手からも、ね、依頼をされたら喜んでそれを引き受けるっていう、まあ、そういう持ちつ持たれつみたいな、ね、関係とかも作りやすくなるんですよね。で、完璧主義の方は長女に多いような気がします。私も長女でしたけれども、やっぱ親のね、期待とか背負ってしまったりとか、こうでなければならないみたいなね、そんなことを割とよく考えてしまうようなタイプの方が多くて、逆に心がね苦しくなってっていうのもあるんじゃないのかなっていうふうに思います。だからちょっとね、自分がそっち系の性質と性質があるなっていうふうに思ったら、完璧主義とプライドを捨てるっていう観点から考えるとですね、まあ、心を解放する必要もあるんですけれども、できないっていうところはもちろんギリギリまで頑張ってもらってもいいんですけど、できないっていうところは素直に認めてね、そしてさらに前進のための努力をしてみるっていうね、頑張りすぎない方が周りから応援されます。頑張るんだけれども、なんかキリキリして頑張ってる姿って結構ね、辛いものがありますから、この人は応援したいと思われるように頑張っていくっていうね、そのバランスがちょっとね必要なのかなって思いますので、ちょっと完璧主義の気があるという方に関してはね、少し力を抜いてリラックスしながら進んでいける状況を作ると、ね、いいなっていうふうに思って、こんなお話をしてみました。それでは。